全国ツアーを成功させたばかりのグリーン。ファンの前でも顔を出さない彼らはどんな風にライブを盛り上げているのか。今回のツアーの映像を奇跡の独占公開。その姿を見てみると、皆さんこんにちは。一見本人たちのように見えますが、これは CG。 メンバーの体にセンサーをつけ、その動きを映像化するモーションキャプチャーという技術を使って奇跡を起こしているんです。はい、せーの。魂っていうか、存在してるのっていうのはすごく伝わるんではないか。顔を出してなくても歌だけでいろんな人を感動させたりしてくれる。ダメな時とかでもこう勇気をもらえるっていう。ママが買っててそれ車の中で聴いてた。ちっちゃい時とかも一緒に聴いてる。顔は見せずとも声とパフォーマンスだけでつながる。そんな奇跡を大事にしてきたグリーン。その思いは今日発売するアルバムのタイトルにも込められています。ここまで来たのもやっぱりいろんな人との出会いだったり教えてもらったりとかご縁がたくさんあってここまで来てるんだよなっていうのもあって、ご縁っていうのを大切にしたいなっていうみんなの願いが思っていて、みんな集まってなんかタイトル決めたりとか話するんですけど、もともと大学の友達なんで、ああでもないこうでもないってやってるうちにだんだん話がずれてって、あれ楽しかったよねとかって近づかっちゃうんですよね。皆さん本当に仲いいんですね。おい仲いいに決まったくらいでしょ。ファンと奇跡体験してもらおうと超特別にライブ会場の周辺で交流タイム。ファンの皆さんもまさか本人たちだとは思っていなかったでしょう。キャーみたいな、はい、される、まあ、日常ね普段生活してそんなされることがないのでやっぱドキドキしましたね僕は。最後にこの10年間で一番縁を感じたことは、その話についてですね、ちょうどたまたまナビと話してたんで、ね、ナビさん ね、この僕らのこの10年を振り返って最大の縁って何ですか？この4人のメンバーと出会って音楽をやり続けられてるっていう縁ってすごく大事かなって思ったでもまあそこが僕らのスタートですからね。めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。まあこれがテレビ初のまさに奇跡のインタビュー。宮内さんどうでした？はい、始まる前は本当に緊張してますっていうふうにお話されてたんですけれども、はい、でも本当にそれこそ本当に盛り上げ上手でしたし、ね、皆さん本当に楽しく仲良くお話をされてました、うん、でメンバーが皆さん全国散り散りになっているので、うん、作曲活動っていうのはインターネットを通じて行っているそうなんです。今はね、はい、なんか顔出しなのでライブどうやってやってるんだろうと思ってたんですけど、あどうやってやってるんですね。面白いですね。まあ、顔を出さずにね、時に患者さんにバレそうになってるって言ってますね。ちなみに来年1月から埼玉スーパーアリーナでライブを控えているということで、こちらも楽しみです。